残念います。国語と申します。あ、もしもし。はい、こちら中央総研所ですけれども。お世話になります。国語と申します。はい、先ほどお電話いただいたような気もするんですが、はい、ご担当者様お願いします。国語様、何か保健所からのお電話にお心当たりなどありますでしょうか。はい、保健所からのお電話にお心当たりなどありますでしょうか。何か保健所と何か関わっていて、昨日電話して担当者さんがその会議で決まるので、はい、本日午前中にお電話いただくという話だったんですけれど。先ほどお電話いただいていますか。はい、私の方でお電話を入れさせていただきました。北斗市の方をですね、4月以降も担当させていただく相談員の石川と申します。今日は今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ちょうど今国保さんの方から他にももう一つ情報提供書を入れてると思うんですけれども、それは保健福祉事務所からのもので、そうです。これね、はい、服部さんからの方の情報提供書は一旦、うん、市役所の健康増進課の小池さんに渡っていて、あ、北斗市の保健師さんね、はい、わかりました。そことは連携取ってます。一番連絡取ってます。わかりました。保健所さんはここから初めてなんですけれども、情報提供書2つの封筒の方ですね、群馬県からの情報提供の方を見ていただくと分かる通りに、はい、過敏症というものが精神病に酷似しているので、うん、間違った診断を受けたことがあるんですね、過去に。そういう危うい状況に陥ったために、はい、まだ知られてない、あまりこう認知度が高くないものですので、はい、多く間違った、そして間違った対応によってなおさらに精神を患ってしまうような状況にあるわけなんで、過敏症者の人、はい、そこはですね、まず精神、そうですね、はい、承知しました。で、そ
ちらの機関としてはおそらく警察との連携があって、強制保護の、まあ、重要な要そこにあるんだと思うんですね、はい、そこが間違った判断されると大変なことになるんですよ、うん、ですのでちょっとそこを慎重になってもらいたいというのが一つありまして、うん、そういった情報提供の詳しい資料というものを送らせていただいてます。わかりました、はい、ただあの普通にね、あの生活をしている方が警察沙汰になってこう強制的にっていうのはよっぽどのことがないと普通はないんだけれども、過去にそういうことがあった。そうです、よっぽどのことがあったんです。それは公共事業と題されている工事の、現場で起きたんですけれども。工事の現場ね、はいはい、音が出たりうるさいところですね。そうですね、はいはい、それは普通の騒音としてもやはり苦情があったら対応すべき判断をされると思うんですけれども、その時私低周波音症候群というのを引き起こしていて、その騒音プラス私のお家の周辺から出ている低周波の音の騒音被害っていうのはあったんですね。でそのためにさらにその工事の重機音にもその低周波音っていうのは出てるんですけど、それに耐えきれなくなって、工事業者と、保健福祉事務所の人と、あと県土木、まあ、県が依頼してた工事なので県土木交えて話し合いを行ったんですね。でその過敏症のことを伝えたにもかかわらず工事業者も約束を破って、要は約束の時間外までずっと音を鳴らし続けたわけです。そして真夏だったのでもう熱中症もひどいことになってたんですけど、でそういう中で業者のその現場のところまで行って約束しましたよねっていうことで言いに行ったんですけど、今度作業員にその話が伝わっていなくて目の前で吹かされちゃったんですね、重機を。そしたらもう横転してしまいまして、で今度救急車が呼ばれました。そして救急隊員もその知らないんですよ、低周波音症候群ですとか電磁波過敏症、化学物質過敏症だから対応の仕方も知らないわけね。そうするとやってる行動が精神病に似てるので、要は彼らももう仕事手いっぱいなんで精神病に仕立てあげた方が早いじゃないですか。で強制的に警察呼んで連れてってもらったわけですね。で警察の人たちもその3つの過敏症を知らないので間違った対応したために私はどん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 体調は悪化するし、なおさらやめてくれというような形で抵抗します。その抵抗感がなおさら精神病のように扱われたわけです。そして強制的に移送された精神病院のところで精神病じゃないって言われて返されたんです。なるほど、よっぽどのことが起きてしまってるんですね。これは私だけじゃなくて全国にちらほら見受けられ始めてるわけ、うん、でも国動かないんですよ、うん、だって今お話ししてる石川さんでしたっけ、石川さんですね、すいませんね、はい、石川さんも今多分初めて知ったことだと思われま す, そ う, です、ね、そうなると認知度が低すぎちゃって今既存の知ってるものに皆さん当てはめてしまいますので対応を間違う、そして対応間違えられた被害者たちっていうのはどん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 また今度二次的な精神疾患的なことが起きます。でもう生きられる場所がほとんどないのに生きろ生きろと言われますのでかなりきつい状況にあるわけです。じゃあ作ってくださいよって、その生きられる場所にもかかわらず動かないから、で今度はもう苦しみに耐えられなくって死んだ方がマシっていう風になると、今度またそれで強制保護されて強制的に病院に連れて行かれるわけですよね。でもその病院に行ったら今度電磁波過敏症の人はそこでもう皮膚疾患とかどん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 状態悪化するんですよ。要はだから生き地獄なんですね。地獄にこう
詰め込まれるような感じなわけです。だからなおさらもう生きてたくなくて死にたいっていう、そういうなんていうの、もう連鎖にはまっちゃってるわけですよ。でも私は、個人的な話しますけど、こういったことをお話ししています。自殺という言葉を用いていますし、死にたいという言葉も用いていますけれども、そう言ってるだけではなくて、このように知ってもらうという行動も起こしています。つまり生きようとしてるってことですよ。生きるためにスペースを確保しようとして、行政たち知らないので、知ってもらう、そして対応を新しくしてもらうっていうことを活動しているので、ここで強制保護なんかされたらたまったもんじゃない、うん、そういうのは分かっていただきたいんですね。分かりました、まあ、資料送っていただいた資料とかもゆっくり読ませてもらって、はい、なんか救急の時の対応とかそういったこともまでなんか丁寧に説明の紙が入ってたりするので、はい、まあ、そういったのもゆっくりと読ませていただいて、はい、ハード救急のような対応は取らないように、まあ、関わるのが北杜市に住んでいれば北杜市役所と、あと中北保健福祉事務所がまあ関わる形になって、はい、でそこの担当者がそういったことを理解していれば、そういう事案がどこからか入った時に、はい、そういう対応を取らなくて済むっていう、そういうことですよね。そうです。なので、関わる可能性が高い職員は国母さんのそういう事情を理解した上で対応するような時には対応してほしいという理解でいいですか？はい、私個人としに対してはそのようにしていただきたいですね。また何かよっぽどのことが起きて、うん、そうですね、はい、そういうことが起きた場合ですね。そうですね。で、そういった時に例えば日々日常の生活で相談をしながらっていうような生活が群馬にいた時には多かったんですか？日々、うん、まあ、例えばですね、今のそういう小久保さんのそういう、症状っていうんですかね、なんて言ったらいいんでしょうね、そういう過敏な部分だと生活するのも買い物とかそういったのもとても大変じゃないですかね。はい、だからそういう中で、多分、まあ、不自由なと言ったらあれですけれども、生活のしづらさを感じながらお暮らしになっているんだろうと思うんですが、はい、普段はこう特に相談機関に何か相談をしながらというよりも、まあ、そういうコンディションを抱えながら、まあ、静かに暮らしているというふうな理解でいいですか？それとも時々その私は精神保健福祉士っていう資格で仕事をさせてもらってますけど、国保さんと、まあ、お互いに顔の見える関係になって、サポートさせてもらった方がいいのか、その辺はどんな風に思ってますか？はい、そうしたサポートっていうのはぜひお願いしたいと思っていますけれども、まずその資料を読んでいただければ分かると思うんですが、対面することが難しいんですね、人と。それは過敏症の症状があるためっていうのがあります。ですので、こういった、相談だとかっていうのは電話で主に行っているんですけれども、群馬に、はい、いた時も、こちらにいる時も相談という形では全く相談相手にならない人たちなので、それは知らないから、むしろこのような形で教えるっていうような反転の立場で関わりを持つことが多いです。そして電話の場合なんですけれども、先ほど出られなかったんですが、でも出た時に切れてしまったんですけれども、っていうのも電話を受話器を持って頭にその受話器をつけられないんですね。なるほど。そうするとめまいを起こしてしまって話せないし倒れちゃうのでしょうがないので、電話線をな、電話線というかその受話器のところにつながっている、本体と受話器を切り離して、本体から線を伸ばしてマイクとスピーカーに分けて、でスピーカーは乾電池駆動の、ステレオを使って、
で相手の声が聞こえるようにしてるんですね。なるほど。でマイクの方は今度は自分の声が相手に伝えるのにちょっと小さいらしくて、そのボリュームを上げるためにIC レコーダーをつないでるんです。でその IC レコーダーもやはり乾電池駆動なんですね。そうなると乾電池が切れちゃうと通話できないの で 途中で切れてしまったりとか、まあ、そうしたこの準備っていうのが必要なんですよ。ステレオと IC レコーダーのまずスイッチを入れなければいけない。そうこうしてる間に切れちゃうんですね。相手はもう出ないと思って。なのでもし私と今後お話しする場合はお手数なんですけど、お電話いただける場合にはもう少し長めにかけていただければ出られる可能性が高いです。そういうことを少しずつね分かっていくとそういう対応ができるので、はい、まあ、今回は昨日電話を受けたまって相談員の方から、はい、午前中にお電話をと、でそれ以外の時間帯はその電話線が抜けてる可能性があるので、で、まあ、かけてみたら繋がったんだけど、また時間改めてかけてみようかなっていうふうに思ってたんですけどね。あ、ありがとうございます。だけど、まあ、今度は、まあ、当分、まあ、1分ぐらい余裕を持って鳴らしてもいいですかね。それでも出なかったらたまたま近くにいないっていうふうに理解してまた改めてかけ直してもらうっていうような対応を取らせてもらおうと思いますけどね。はい、それアポイントメントが取れてる時のミスをしていただければと思うんですけれども、はい、アポイントメントがない時に、はい、うちに電話をすると同じようにずっと通話というか、うん、鳴るは鳴るんですね、うんうん、でも電話線は抜けてる状態なんです。なるほど。でアポはどうやって取ったりしてたんですか。小久保さんの方が連絡をいただいて次の連絡はいつですみたいな、こう日にちと時間を約束するような形ですっていう。そうですね、基本的にはそうです。でもしその約束が取れてなくて連絡どうしても必要な時とかはお手紙をいただいています。あ、手紙ね。はい、承知しました。じゃあまあそういう形で今はその北斗市の保健師さんの方と一番連絡を取り合っていて、そことも連携取っていいですかね。お互いに情報共有しても大丈夫ですか。大丈夫です。私この資料12箇所に送ってるので。なるほど。全部に共有してもらいたいぐらいですね。市役所 と、保健福祉事務所とあと県の精神保健福祉センターは。そうですね、にも送った。はい、送りました。あ、で、どういうふうにその相談機関を小久保さん使い分けてましたか。そもそもそうですね、こういった話をしている中でここ県またまたぐとちょっとそのやってることもちょっと変わってきたりとかもしてるので、まあ話を聞いてみてその場で、まあ、思いついたことを要望を出すというようなことをとってるんですけども、精神保健福祉センターさんの方はまず群馬との違いは群馬には医師がいて山梨にはいないということを知りまして。今切り替わりで今までちょっと対応してもらっていた担当の人がいなくなるというのを聞きまして、まあ今この情報すごくありがたいと思いました。医師が入るということですね。そうです。あります。では一度今度は相談内容また変わると思うんですけども、はい、4月中旬にまた電話をする予定でいるんです。精神保健福祉センターには。はい、でここに出した要望としてはまず過敏症者に対する、マニュアルみたいなものがないはずなので。ないでしょうね。そう、でも発達障害だとかそういった他の病気に対してはある程度のものは出されてたりとかすると思うんです。でもそういうのがないんだったらじゃあ研修してくださいよってお願いしたんです。でも研修先もないでしょうから一から作らなきゃいけない状態になると思うんです。でもこの北斗市は
化学物質過敏症の人がいっぱいいるんですよ。だから化学物質過敏症に対しては体型が取れるでしょうと、作れるはずだと思ったんです、他の県に比べてですけども。でそれができるのか、センターとしてそれがやれるのかやれないかの検討してくださいというような要望を出して、でそれができるできないの判断の結果を聞くのが4月半ばということで、話を昨日終えてます。あ、じゃあ昨日生後センターの方にそういう旨のお話ししてあるんですね。そうです。で検討の時間をちょっと間空けて4月にその検討した結果を聞くために国保さんが電話するってことですね。そうです。承知しました。はい、それはセンターとやっていただいて、はい、まあ、甲府にある機関で直接的にこういわゆるアウトリーチみたいな形で動いたりはできないところですけど、まあ、県の専門機関だから、まあ、そういうご要望に対してどうお答えが出るか私には分からないけども、はい、まあ、政府センターとはそういうつながりってことですね。はい、そうですね、だから機関がどういう働きをしているのかっていうのを知った上で、じゃあ過敏症者の人の苦しみがどう改善できるかっていうものを私の頭の中でちょっと考えたことを提案させてもらって、で世の中、まあ、社会貢献じゃないですけどもより良くというふうには思っているんですね。特に子供が危ないから。そうなので、市役所の方は健康増進課さんにまずアプローチ取ったんですけども、はい、でそこの課は他の課と連携して化学物質過敏症のことはご存知で、少し動きを見せているところだったんです。それは群馬県には見られない行動だったんです。だからすごく過敏症に対して一歩進んでる県だと思ったんですね。ですので電磁波過敏症とあと低周波音症候群というものに関しても知識を入れてもらって理解を深めてもらいたいということで同じ資料を送ってます。そして他の科にも働きかけるっていうことで、4月半ばにやっぱその人事異動があるので、それが落ち着いた頃に働きかけますということをお話ししてます。そしてもう一つお話ししていることは、まあ、これは私個人のことなんですけども、これから草刈りシーズンに入りますので、草刈りね、はい、草がいっぱい生えてきてしまって、そうするとですね、トリプルで害を受けるんです。まず草刈り機の騒音でかなりのダメージを受けて、それは遠くから聞こえる音とかも結構きつくてですね、そのブーンって音が低周波なんですよ。でそれが工事音も結構きついんですけれども、この辺の人たちはやっぱ重機をお宅で持ってたりとかするので、でそうするとですね、今度薪を燃やしたりとか、今度刈った草を野焼きしたりとか、そういうことをし始めてしまうと、今度化学物質過敏症の症状で息が吸えなくなってしまうとか、で今度窓を閉め切りにするところで暑くなりますので熱中症を起こしてしまいますよね。でこういったことでそういう大変な思いをしている人がいるっていうことを知ってもらう必要があると、住民に。でそれは精神保健福祉センターさんもそういう感想を述べたんですけれども、じゃあその周知のためにどうするのかっていうと、キャンペーンみたいなことを貼らなければ全然周知されませんので、では回覧板を回すですとか、何かポスターを作るとか、そういったことをしてもらいたいという要望は出しています。それも山梨県の精神保健福祉センターの方。あ、いえ、それは機関として間違ってますので市です。あ、市ね。はい、はい、分かりました。ただまあ言われてるのはそうですね、すぐにはできないということですし、まあ、その知ってもらうにしても市全体のその健康増進課は知ってても他の課は知らないとかだから、その市役所の中でもまずは情報共有しなければならないということ でその動きの第一歩として4月半ばに動き始めようとは思ってますというような、どういうふうにでも話せば、温度差があるんでね、その健康と、まあ、産業とね、
はい、だからちょっと慎重にやりますということだったです。わかりました。はい、まあ、保健所の相談員としては、はい、まあ、その市や、まあ、県の精神保健福祉センターとの連携を取りながら、まあ、一番は国保さんとの、まあ、希望というかそういったものをお伺いしながら対応できるところは対応させていただくっていう気持ち、心づもりでいようというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。はい、で、ちょっとだけこっちから質問してもいいですか。はい、どうぞ。資料の方に書いてあるのかもしれないけど、それで被ったらごめんなさいね。はい。群馬の方からこの白州の方に転居されたのはいつ？はい、そこですけれども、はい、まずですね、転居が転出届、転居届っていうので確定しますよね。はいはい、ね、そこができてないんです。ということはまだ群馬の方に席は残ってる。はい、わかりました。だけどこちらで生活し始めてるのはいつから？11月26日からです。昨年の、それは健在か高いかってことですか？健在してるか高いしてるかってことですか？そうですね、まあ、簡単に言うとご家族と、まあ、やり取りしてるかどうかっていうは、してません。ということは、まあ、お一人でやられてるってことですね。はい、わかりました。ただこのお家は一応賃貸なんですけれども、私には収入が一切ありませんので、はい、名義人が違いまして、要は居候というような形でも一人で住んでます。あ、じゃあそこのお家は賃貸で借りたって感じなんですね。はい、で、その契約してるのは身内の方っていう感じ？身内ではありません。じゃあ、まあ、まあ友人知人というふうに理解しておけばいいですかね。そうです、その資料を作って名前書いてあるの黒羽さんって書いてありますけど、後者の方もありますが、ここには縁があったと言った方が強いと思います。というのはこのお家がその化学物質過敏症を引き起こした方が建てたお家なんです。なるほど。 そしてその資料にもちょっと後ろの方とかに書いてあると思いますけども、私が YouTube でこういった状況を公開するようになりまして、そこから視聴者さんがこのお家を紹介してくれたんです。そして来てみたんですけれども、山梨県はやはりそうですね、山で自然豊かで、まあ、ある意味長野県とも近くて、まあ、別荘地帯ではあると思うので、まず人が少ないっていうのはありますね。で、まあ、そういうところは草刈り音がひどくて嫌だったんですけど、とはいえ隣のお家が近すぎて室外機で音の被害を受けるよりマシっていうのと、あとこのお家自体の作りがですね、化学物質過敏症の人が建てただけあって、本当に無垢のお家で、要は化学物質を使っていないんです。ですから窓を閉め切ることができるんですね。なるほど。でそういうわけでいさせてもらっているんですが、ガーガーなんですよ。この地域どうして化学物質過敏の人が多いのかっていうのがここで来て ようやく分かったんですけども、というのはやはりね、農業盛んですね。農業、はい、はいはい、やはり、
こういったやっぱ田舎というところではやはり畑を持っているところが多くて、そういうところには農薬散布を公共的にやっている。農薬っていうのは大変危険なもので、それが発達障害を引き起こしているというデータさえ出てるんですね最近は。でさらに、この、木がたくさんあるので、その木につく害虫を駆除するために伐採があります。で伐採された木が今度は住民の薪ストーブや薪風呂の薪に使われます。そうすると薪を燃やすので塩害が発生するんです。煙の被害、この煙がですね、見えるわけではないんですけれども、目には見えないけれどもやっぱり匂いがきつくて、そこで呼吸困難を起こすんですよ。それからあともう一つ、芝焼きっていうのを公共でやってます。それも同じですよね。要は草とか木を燃やしているので、その煙が要は人体に入ってきてしまって、というか、匂い物質ですけれども、でそれが呼吸困難を引き起こしてしまったりだとか、めまいだとか頭痛というのを引き起こして倒れてしまっている人も多いわけなんですね。ですからなおさらその産業とか農業とかそういったところの連携をとって、もう少しやり方を変えていく必要もあるんじゃないかということで、健康増進課も動き始めてるわけなんですよね。でそういった過敏症者の人のためにそういった公共事業をやる日程を知らせるっていうところまでは来てるそうです。それだからといって今度は避難場所がないので大変なことになってるんですけれども、はい、っていうわけでちょっと話は流れましたけれども、一応縁があってっていうのが、あります。あとでもう一つだけ、はい、お仕事をされてないから収入がないっていうお話があったんだけれども、はい、当然生活する上ではお金もかかったりするんですけれども、はい、それはいわゆるサポートはあるというふうに思っていればいいですか？サポートは今のところしてもらえてはいますけれども、いつ耐えるかがわからない状況です。その制度がそもそも受けられない状況なんです。その制度が受けられないんです。生活保護ですとか、そういった保護制度が使えないんです。使えてたらとっくに使えてる。使う、なぜかっていうとですね、まず生活保護を受けるための条件として、その収入が途絶えてるんであれば医師の診断書が必要なわけです。通院が必要です。そもそもそれができないんです。そしてじゃあ運よくできたとします。そこもところが今度は家賃価格帯で引っかかるんです。で家賃は、その制度の中で決められているのは地域によってちょっと違いますけども、田舎に行けば行くほど下がります。そうすると集合住宅しかなくなっちゃうんですよ。そんなところには住めないんです。生きていけないんです、過敏症者は。だから受けられないんです。なるほど、わかります。そういうところの、苦しさというか厳しいところもあるということも一応理解しました。はい、はい、わかりました。じゃあ一応資料をお預かりして、北斗市の方を担当する相談員は警察もです。あ、北斗署ね。はい、北斗署にもこの資料行ってる。行ってます。わかりました。じゃあ多分生活安全係っていうところが、そうです、担当になると思うので、そことは連携取れてるので、はい、このことというか国防さんのことについても情報を共有しながら、そういう
しくお願いします。はい、今のところこちらから連絡を取りたい案件はないので、あれですけど、何か国保さんの方から保健所の相談員とも連絡が取りたいようなことがありましたら、またお電話をいただくということでよろしいですか。はい、わかりました。はい、じゃあ長くなっちゃってすいませんでしたね。いえ、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。失礼します。